ます。こんばんは、マサトです。の方の編集でお送りしています。1分間ゆたく。今日も情熱草津チャンネルニュースの虎川からお送りいたします。この中東情勢、カウントダウン、イスラエルが報復でレバン地上侵攻の可能性を高まる。このトルコは、ドローンで下院の示唆、きっかけは子供12人が死亡した無差別ロケット攻撃。これは5年、ご覧攻撃のあれですかね、このヒズボラ、の後ろはイランですね。まあ、イランがこの先に手出しますね。まあ、それで、イスラエルも降伏しますけど、まあ、ハマスと同時に、ヒズボラも、攻撃してきてますけど、まあ、イランですね。イランは核、この核あれですね、兵器の着々と進めていますけど、まだまだ中東情勢ですね。この報復、このネタニヤフ首相もこのアメリカの訪問を急遽、この、まあ、中止して、帰っていますね。このどうするか、まあこのネタニヤフ首相とガラントこの、この国防省に一任されていますね。どうなるか、この降伏ですね。ヒズボラ、まあハマスと違って、まあこのまだまだ規模の大きいヒズボラ民兵ですね。レバノンの民兵、後ろにはイランがいますね。はい、引き続き注目となります。本当に、この犠牲になった無差別テロですね、子供を含むこのサッカーの試合に、この砲撃してますね。はい、まだまだ、注目がいきますけど、引き続き情熱かささんのニュースプロガーをウォッチングしていきたいと思います。中東、この情勢、この中東情勢カウントダウン、イスラエルが報復でレバン地上侵攻の可能性高まる。トルコは、ドローンでの介入を示唆、きっかけは子供ら12人が死亡した無差別ロケット攻撃。まだまだ中東情勢が気になるところです。マサトです。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の1分間委託でお会いいたしましょう。マサトでした。シューガーネッツ、パッションプレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。